ベッドのマットが誰だ、誰かがいるの。マジで。ここだよ。やっぱり。動画見てマガタマ5個、はい、メス入ってる。箱の中に何かがある。趣味悪い。ファイルこれ後ろ向いて。アホ。正しい除霊の仕方ですね。霊の幸せを心からお祈りしましょう。正しい方法で除霊できれば霊を成仏させてあげることができます。霊の苦しみとなっているものの扱いには十分注意してください。一緒にさせればいいんだ。ほらで手術室に置けばいいのか。置けない。水が消えてる。水が増えてる。ここに置けばいいんだ。置くんだよね、多分。あ。全部やるってこと？次の日になってしまいましたが、またねちょっと続きをやっていきます。服装が変わりましたね、緑からピンクに。なんかどこで終わったか忘れた。とにかく開いたところが終わったところだよね。両耳いやいや
読み、どこで終わったんだろう。あ、山下さんの家で終わったんだ。ちょっと音量高い、音量高いちゃった。音量高いとやられるわ。いきます。え、こんな暗かったっけ。こんな暗いか。あれか、メスを置かないといけないんだよね。昨日のおさらいは、多分ね、このアルバムあるじゃん、写真の。これの通りにやって、その呪文っていうのは、その呪いを解くみたいな感じだったような気がする。これの通りにやるんだと思う、多分。え、待って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 、足あったよ、今。ほら、え、でも前さ、びっくりしたびっくりしたびっくりした、前さ、カメラ撮ってさ、いくよ。怖い怖い怖い。はい、なんでいないの、なんでいないの。後ろ、ねえ、ちょっと待って、前よりもビビる。これさ、メス置けないんだよね。じゃあ書斎、書斎行ってみるか。メスを返せ。メスを返せ。なんで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 。問題出ました。手に入れたけど、このまま帰ってしまったら院長がメスを探すのを探して追ってくるかも。それはさっき見つけた本に何か書いてあったな。これか、そっくそ、これだね、昨日見つけたの。なんかそのなんだっけなんだっけ、物の配置を変更し、自殺当時を再現しなければなりません。で、そういうのユーポ編集してる時に気づいたんです。書斎にそのなんか椅子とかさ、アップできてて、アップできるし、電気もつけれてたので、時計も変更できるところあったから、9時にしてメスを椅子に置いて、もうこれ まくってるからね、そのやつで電気つけてやれば OK なのかなと思って。でも鍵ってどうすればいいんだろう。ちょっと待ってよ。じゃあ行きますか。合ってるわ合ってるわ。で、電気つける、つけてるよ。これをロック。え、ダメなの、ちょっと待って。え、違う、やったでしょ、電気つけたでしょ。もう一回つけ直すか。クリにした、メス置いた、ロックされてる、 OK じゃないの。はい、本当にお祈りしますか。ダメなの。はい、うわー、いけた。あ、院長、これでやっと。あ、成仏できたのか。来るよ。その後、編集部に戻った僕は、山下委員事件の真相という見出しで記事を書いた。山下委員長は、初めは真面目でいい町医者であったこと、メスを紛失した手術の患者が急死してしまい、医療ミスを恐れて次々と患者と看護師を殺したこと、メスの紛失は実は子供のいたずらであったこと、僕が廃病院で体験した不思議な体験の数々、そして死後もメスを探してさまよう山下院長との対なんていうのこれ。で、メスを見つけた院長が心なしか穏やかな雰囲気で消えていったこと。あの体験から数ヶ月、今ではあの廃病院は取り壊され、土地は更地になっている。僕が記事を書いて以来、
おかしな噂も聞かなくなった。山下院長は天国には行けないだろうけど、この世の未練を断ち切ったんだと思う。おお、いい話じゃん。達成93。おお、人形はあの人形どこへ行ったのか。確かに。え、じゃあこれ 100% になってないから、まだクリアじゃないんだ。あの人形、どこ？終わったこと終わったんだけど、あれ何これ、実績を見る。そう、これがね、まだ非表示とかなってんの。だから、まだ、怖いところを見つけてないんだよ、多分。もう一個ぐらいの。ほら。いっぱいあんだよ。どうすればいいの？どうさ、またプレイしたやつ初めからやったらさ、気持ちが悪いとおっしゃったとき。ってことで、まあ、クリアしたという感じですかね、これは。もう、意外と意外と早く終わったっていう。もっと続くのかと思って、パート2とかに負けたんですけど、意外と早く終わってしまった。まあね、みんなでぜひやってみてください。もし全部見つけられたら、ぜひ報告よろしくお願いします。ここで見つけたよっていうのがあったら、ぜひ。人形どこにいた？あれ。昨日ね、怖すぎて夜寝れないし、まあでも無事寝れたんだけど、怖すぎてゾワゾワしながら寝たし、であとはまあお風呂もちょっと怖かったんですよ。まあお風呂ではアメーバー TV 見てたんで怖くなかったけど、でも多分なかったら絶対終わってた。でね、そう、悪夢見て、夢見たんですよ。別に怖いっていうか、そのゴキブリあったじゃないですか。見てくださった方分かると思うんですけど、ゴキブリこう触ったらうわーって出てきて、わ、ゴキブリだとか言ってたやつ、そのゴキブリが夢の中で出てきたんですよ。うじゃうじゃって、その夢を見て、まあ、あとポテの餌も餌のせいだと思うけど、あとコオロギまあね、そういう変な夢も見ちゃいました。ではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、ならぶ TikTok の方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。